はい、皆さん、こんにちは。八木下と申します。本日はですね、うちの娘は彼氏ができないの第3話のお話をしていければと思っております。あの、ま、いろいろとですね、ご意見、あの、SNS とで出ているドラマですけれども、私はま、大体このドラマのスタンス分かってきたので、あの、非常に軽く楽しませていただいておりますし、まあ、時にこう、ハッとするというか、まあ、自分自身のなんかこう、まあ、あ最近どうこうじゃないけれども、昔の恋愛でこういう時期あったな、みたいな。えーは とところとかも照ららしし合わせせながら楽しままてていいただいております、まあ、本日全部で6つお話しさせていただければと思っておりまして、まあ、感想を話した後に、まあ、ちょっと恋するが目的化している段階だよと。別にこれ悪いって意味じゃなくてね、まだその段階だよねって話をして、でですね、まあ、第3話まで来て、ちょっと物語の主軸が見えてきたなと思いますので、その解説をさせていただきます。で、その後、ちょっと心の模様をですね、まあ、探り自問自答する楽しさという、このドラマの魅力をお伝えさせていただいて、でですね、まあ、国評も結構あるドラマでございますので、まあ、見るのはやめた方がいい人 ういう人かなって話をして来週のあらすじで閉じとさせていただければと思っておりますので本日もお楽しみください。 ではですね、まず第3を見た感想なんですけれども、まあ、先週結構そのオタク描写に関する部分とか、その価値観に関する描写で、これ多分脚本レベルの話だと思うんですけれども、ちょっと国評意見が結構先週多く見受けられたと思うんですけれども、まあ、そこをも通り過ぎてしまったので、まあ、ちょっとそこからちょっと持ち直した感っていうのは正直あったかなというふうに思いました。でですね、今回その、ドラマ終わった後の SNS とか見ていても、この鼻毛の謎ね、あの、渡る周一が、あの、生態の先生が、 あの、デートに鼻毛をこう、つけてきたと。その、しかも、つけ鼻毛だったと。ね、た、たまたま出てたわけじゃなくて。 っていうので、それが謎っていうか、その理由が明かされないまあ、まあ、今回終わったんですよね。なんですけれども、あの第4話のあらすじ読んだらですね、その理由書いてありましたので、まあの理由はちゃんとあったんだけれども、ちょっとそれまた後ほどその第4話のあらすじ読むところで、えっと、説明したいと思います。まあ、なるほどなと思いましたけど、まあ、まあ、要はその、あの好きな人がいるっていうか、まあ、忘れられない人がいるから、デート失敗するようにわざと仕向けたってこのようでございました。 でまあ、意見は人それぞれなんだけれども、まあ、私はその先ほど申し上げた通おり、まあ、このドラマはその脚本家が北川さんということもあって、まあ、その価値観的なところで結構今までも言われている脚本家の方でございますのでもそこはそういうものを割り切ってその上でどこを楽しむかっていうのをなんとなくこう分かってというか先週見た時点でああこういう感じねっていうのが分かったので、まあ、軽く楽しんでいる,ないる部分っていうのがあります。 でドラマの,しあの登場人物たちはまだですね恋をするってことが目的となっている段階なので,でしかもまだ第3話でございますのでこれから第4話、5話、6話とそして終盤にかけてその恋するっていうのが目的ではなくて本当に私はこの人が好きっていうですねちゃんとした理由に多分変わってくると思いますのでここから本番だと思ってまだまだその、えっと、花に例えていればまだ種をまいて芽が出る直前というような感じかなという,ふうに思っております。 でまあ、物語の軸はですね私の考えでは見えてきたのでそこは、えっと、面白いというかどういういにどこの人物に注目してみればいいかっていうのが分かってきたのでそこは良かったなぁと思っていますで。あとは物語であるとかさ、まあ、様々ねいろんなことが言われるドラマではありますけれども総じ、まあ、ううてもう菅野美穂さんの演技がもう素晴らしいのでもうそれだけで十分満足かなというふうに個人的には思っております。 でですね、まあ、恋するが目的化しているうちはまだまだってなんかすげえ上から目線なこと書いてありますけれども、まあ、でもそういうもんじゃないですか。要は、今回で言うとそのゴンちゃんに、まあちょっといろいろとさ、コメディチックなところで言い間違えとかも含まれてはいたけれども、結果的にゴンちゃんに青あは振られるような形になったじゃないですか。 で、結局それが、葵の中では、もちろん心に傷は負ってんだけど、見返してやるみたいな、よくあるじゃないですか、恋愛で、特に若い頃とかね、私も34なんて、そういう時期じゃないけれども、例えば誰かに振られたら、畜生振られた、もっといい恋をしてやる、みたいな、あるじゃないですか。 えありましたよね。ななない私だけ？あありますよね普通 <laughs> <ら> <laughs> そ,そういうの。だからあのそういう風にでも今回なってたじゃないですか。いやそれっていうのはその振られたっていう悔しさであるとかもちろん傷ついてはいるんだけどもそこから恋をするっていうのが目的化していると。でこれは空はそあの空娘の空も。 同じで、要は母親が小説を書けるように私恋をするよって決めた後で恋をしよう、恋をしようっていう風に恋する、恋するんだ、恋するんだ、恋するんだっていう風に疑心暗鬼にある種なっている部分があるので、例えば、別にいいんですよ、それで本当に素敵な人が見つかることもあるし、 まあだ,あのまあ、だから最近で言ったらその要は婚活サイトというかマッチングサイト流行ってるじゃないですかでマッチングサイトに登録するっていうのは素敵な人がいないかな彼氏彼女を作りたい将来結婚相手になる人を探したいっていう目的を持ってそこにこう。 参加するけどでもそこでいい人同士で出会って幸せになってる方も何万人っているわけじゃないですか。なのでそれいいんですけれどもでも今回に関してはそれがもっとこう言葉を選ばないで言えば幼稚なレベルというかもう絶対に恋するんだとかあと俗に言うだからあれでしょクリスマスの前に恋人がいないから恋人を作らなきゃって疑心暗鬼になるのと,と同じような状況にまだまだ陥っているのでこの人じゃなきゃダメっていうところにまだですね 登場人物たちがあの踏み込めていないっていう段階だと思います。いいんですよ。そういう時期あるし、そういう段階であるのがいいと思っていて、だただまだドラマとして第3話なので、これが徐々に徐々に多分いろんな人たちと恋愛しようとすることによって、自分の価値観であるとか本当の思いっていうのが分かってきて、結果的に私はこの人なんだっていうのが多分葵も空も明確化されて、それに対して相手がどう答えるかってところがこのドラマの着地点になってくるんじゃないかなと、個人的には思っています。 全然違ったらごめんなさいねそういうふうに個人的には思っております。はいで物語の主軸が見えてきたって話なんですけれども、まあ、結構いろんな恋愛模様というかまあ、特にあの葵の周りにはいろんなこういい男たちがいたりとかでまあ、あのー ちょっと難しくはないけれども、どことどこがどうなんだろうっていうふうにですね、1話2話を見る感じだと、ちょっとまだまだ疑問点があったんですけれども、非常にわかりやすく、そして予想通りに進んできている部分っていうのがあります。何がどう予想通りかっていうと、あの公式ホームページにこの人物相関図があるんですけれども、要は主人公の葵と空の下にそれぞれ まあ、い側は編集者である漱石。そして、空側は、まあ、学校の同級生である、え、光がそれぞれ2番手に置かれているわけです。そして、その下にゴンちゃんがいて、まあ、葵と幼なじみだけれども、まあ、空も慕っているという形になっていると。で、まあ、その他、諸々、言葉あるんですけどね。まあ、その他、諸々という感じで。で、えっ、ー、と、今回、まあ、空とデートした渡るはここにいるので、要は外側に、全然、一番離れたところに、 いる感じなんですよねなのでこの人物相関図で私がその第1話の動画でかな確か言ったのは人物相関図がこの形だからおそらく岡田健一さん演じる、まあ、光と、えっと、あと川上さん演じる、まあ、漱石この2人が多分ベースになると思われますでただ沢村さんレベルの俳優さんもここに設定されているので。 多分何かありますよねっていうに私第1話の動画でそういう風に言ったんですよでその通りに多分なるっていうのが今回の描写で分かりました拡大するとこんな感じだからおそらくま空と光はどうなるかわからないですよもしかしたらその第5話ぐらいで全然違う方向に話これがあるかもしれないけれども多分今後1回必ず通る道多分来週多めっちゃ通ると思うんだけれども空と光はお互いまあ、そのオタクで隠れオタクと 真の,真のオタクって言ったらあれだけども、まあ、あの隠さないオタクという感じでお互いがお互い多分その思う部分があると思うんですよねその隠れオタクでその大学デビューに成功してるけどもじゃあそれは真の自分かっていうと真の自分じゃないっていうふうに思悩んでる部分とかもありそうだからだからこの2人はお互いそのどうなるの私たちどうするのってところは通ると思います必ず成就するか分かんないけれどもね その漱石が、まあ、一応今恋人のサリーはいるけれども多分ねやっぱりここはそのちょっとドキドキする描写が続いているので何かしら今後あの展開っていうのを迎えていくんじゃないかなというふうに思いますで特にこの漱石と葵側に関して今までだったら結局その漱石にはサリー沙織というまあ恋人がいるめっちゃメンヘランだけどね、まあ、恋人がえいるのでその葵と漱石がくっつくには サオリがどうなんですよなんですけれども今回第3話で明らかになったのは周、まあ、あ一郎との話で明らかになったけれどももともと地方にいてで彼氏を追うように東京に来たんだけれどもそれはその漱石じゃなくて、ね、別の彼氏を追うように来たんだけれども、まあ、彼氏に振られてしまってそれで漱石にその傷ついた時に拾ってもらったからこそ今漱石に依存しているって話があったので。 それを考えるともともとも愛していた人がいたけれどもあの、まあ、振られてしまってここにぽっかり穴が開いてだからさっき言ったその恋に恋,恋するが目的化してるじゃないけれども、まあ、その恋をしなきゃっていうかもう心がダメ誰か誰か誰かってところに今来たのが漱石で今依存しているって状態なので分かんないけどね、まあ、好きだとは思うんですよ漱石いい人だと思う。好きだとは思うけれども一歩引いた時に じゃあ漱石じゃなきゃダメなのとか漱石は運命の人なのっていうのを多分自問自答するとちげえなっていう風になると思うのでそうすると今回そのもともと別の人が好きだったっていう話が出てきたことによって。 物語的には、こことここが破局するフラグっていうのは私は立ったと思っています。ですので、そうするとこことここが破局するのは別に今後の展開としては全然普通と。なんでその意味で、さっきのこっちと同じで、この二人がくっつくかどうかはわからない。これはもうドラマ、というかう脚本家とか演出家の判断だけれども、それはわからないけれども、だけども、まあ、多分こっち側と同じように、 どうすんのくっつくのくっつかないの好きなのどうなのっていうのはですね多分展開を迎えることになるんじゃないかなというふうに思っていますで渡るは多分その今回の一見とかあとその第4話のあらすじこの後最後読みますけれどもを見ても忘れられない人がいるらしいんですねだからそれをのことをまあ踏まえると空と渡るが今後付き合うっていう線はないただ忘れられない人がもう葵の線っていうのはまだ0%ではないので そうしたらまだこっち側のチャンスは残っている気もするけど、でもやっぱり一番この外側にいるので、二人の恋模様、特にここの二人、まあ、ここの四人だね。ここの四人プラスゴンちゃん五人か。この五人の話を盛り上げるための、まあ、外側の要因というかとして配置されているキャラクターなのかなっていうのは個人的には思いました。で、ミュアも同じで、ミュアも結局ヒカルと恋人じゃないけど、多分体の関係あったような感じのことは言うもうわかりますよね、なんとなく。あったと思うんですけれども、 ここも結局今回、光が付き合ってないのに振られるみたいな展開一方的に向かえていてそれによって、多分ん光、来週話結構展開してくると思うんでま外側の要因としてもしかしたらまたねやっぱり好きなのってくるかもしれないけれどもここに配置されている以上おそらく本編に光とミワが結ばれる展開っていうのはまあないだろうというふうに思われます。 あと同級生がこう2人いるんでそこどうなるかまだわからないという感じでございますで次にですねこの心模様を心の模様を探り自問自答する楽しさって部分の話なんですけどもこれはつまりこのドラマの魅力の部分ですけれどもこれはその恋をするが目的化しているとてところが一応まあ私的にはあの考える部分というか確かに私も昔そんなことがあったなというふうにまあ思いましたなのでその心模様まずそのやっぱり恋をするっていうふうになった時に周りに流されることって正直ありますよね例えば私なななんんかかいけれどもなんかこう 例えばじゃあですよも私もだ34だけどもじゃあ35とか40とかになった時に男性がそのあなた結婚しないのとかあなた一緒いないのとかいう風にこう親に言われるとか周りに言われるとかそういう風になったりとかした時にじゃあ結婚しなきゃなっていうふうになんかその周りに流されて結婚すると恋人作るっていうのを目的化してしまったりとかあとはさっき言ったように周りがみんな付き合い始めているから私も恋しなきゃっていうふうに焦ってしまったりとか。 あったなそういう時系大学生の時とかだけれどもだからなんかそれをこう懐かしむというかうんあったあったで今回だと割と私の空よりも青い側というか何て言うんだろうこう恋しなきゃ恋しなきゃの焦りじゃないんだけれども例えば何かか可いい子だったりとか。 まあ、テレビでね見てなんか可愛いアイドルがいるとかグラビアの、ね、アイドルがいるとかなった時にあこの人可愛いタイプだこの人と付き合うことはできないかなってできるわけねえのに思うわけですそういうことなんか今回その葵がの本のキャンペーンの相手とまあもちろんね葵はその,その人とつながりのある業界ではあるけれどもなんかそういったこう何て言うんだろうあのありえない妄想というかこの人イケメンこの人可愛いだから恋したいみたいな うん、なんかそういう何の,の,の,の思考も巡らせない直感のみでなんかそういうことを考えてしまっていた時期ってあったなというふうになんとなく思います。と同時に、まあ、今回の物語だと意外と空と光るこの2人のなんとなくその考えとか実は心の奥でもやもやしている部分っていうのが私はすごく共感する共感というか,なんか、うん、分かる分かると思う部分あるんですよね。特に例えば光るなんかだと 元々、ま、陰キャというか、ま、オタクで,で、で、その、高校生の時まではもう見た目もオタクで、全然取り繕ってなくて、で、大学に入って、ま、大学デビューしてイケメンでモてはやされてはいるけれども、でも、なんかそれは本当の自分じゃないみたいで悩んでるじゃないですか。で、私なんかは割とこう、なんか、趣味というか、まあ、属あ、結構オタッキーなところっていうのがあるんですよね。ま、だこのドラマ考察も逆に言うと、それの、ね、あの、それがあったからできてる部分なんだけど、だから大学の時なんかは、 もうひたすらもうね、映画を、毎日のように映画を見てみたいなね、生活していて、あ、旧作でお金ないから、あの、蔦屋で借りてとか、見てたし、あとは、やっぱり、小学生とかの時から、もうも飛行機が大好きで、ね、なんか乗るっていうよりも、空港行ってねあの、空港行くだけで楽しいとか、なんか、だからそういう感じの飛行機オタクの面と映画オタクの面っていうのが、私は結構軸にあって、逆に映画をいっぱい見てきたからこそ、まあ、物語に対して、 まあ割と一回で理解できたりとか、どうやって映画ができているか、ドラマのプロット、脚本がどうできているか、編集段階で脚本がどれだけ、脚本と違うものになる可能性があるかとか、大体そういうのが分かっているきではいるので、だからこう喋ることができるんですけれども、まあそれこい細かいとこは置いといて、それいっなんかこう、オタクに対しての、あの、なんて言うんだろう、理解ってあるつもりなんですよ、なので。だからなんか本当はこう、私も割と別にね、あの、見た目も大したことはないので、その、 結構そういった部分で分かりますね。だけれどもやっぱり表に出るときは取り作らなきゃいけないし、表って YouTube って意味じゃなくて、あの本業のねあの、メディアの編集長の方で出るときはちょっと取り作らなきゃいけないしとか、明るく振る舞わなきゃいけないしとか、なんかそういった部分が分かるなっていう共感があると。だからそれで、だからそれによってこのドラマで勇気をもらうとかっていうのは全然なくて、なんか、うん、分かる分かる、生きづらいよね、この世の中はっていう、なんかそういった。 あの自問自答というか共感する部分っていうのこのドラマのその光から私は感じましたねだから何言ったわけじゃないんですけれどもそういう考えだとドラマっていうのがドラマを見て自分自身のことを考えるきっかけになるので価値のあるドラマに昇華するという感じでございますはい。 うん、わかるなぁ。すげえわかります。はい。で、えっ、ー、と、見続、見続けるべき人と見るのをやめた方がいい人。これ、まあ先週話したんで軽くにしますけれども、まあ、結構このドラマ賛否渦巻いておりますし、まあ前回同様に、まあドラマの考察とか感想をツイッターとかでよく述べられていたフォロワーの多い方の中でも、前回すごく酷評していて、今回も見た上で酷評していて、あの、見るに耐えないっていうふうに言ってる人とかいましたね。 見なきゃいいんですよ、そういう場合は。見なきゃいいんですけれども。とかそういう風になんか、もう自分の価値観である、特に価値観ね、その、面白い面白くないっていう部分じゃなくて、自分の価値観と合わない、お宅の描写であるとか、恋愛の描写が、もう見ていてイライラするって方は、 こんなコロナで大変なご時世でわざわざドラマ見てストレス抱える必要ないんですよなのでそういう方はもう見ない方がいいというふうに思っていますだけれどもドラマを見た上であちょっとこのドラマなんかテンポ悪いよねとかなんかもうちょっとセリフ作り込んだ方がいいかなみたいな一歩引いた評論レベルだったら別にそれ心の底からストレスになってるわけじゃないと思うしそういう評論とかが好きな方っていうのはいらっしゃいますので、まあ、そういう方だったら別にいいのかなというふうに思う部分っていうのもありますはい そんな感じじでございいますねはい、じゃあその上でちょっと来週のあらすじを見ていければと思うんですけれどもはいえちょっと読んでみますねあの長いんで3ページになりますけれどもえ葵の小説「私を忘れないでくれ」が人気ボ人気バンドのボーカル優斗と主演で映画化されることが決定葵はファンであることを隠し気合を入れて打ち合わせに挑むが小西編集長は原作の内容を勝手に変えようとするゆうとの言いなりになっていた。 自分の作品が守られないことにストレスを抱えつつも映画化を受け入れないと次の作品も欠かせないという暗黙の条件を前にプライドは傷つく葵誰よりも葵を傷つう漱石は作品を守るためにできることを考えるが一方空はデートにつけ花毛をしてきた、えー、渡るすいません渡る二重になっちゃっますけど渡るにその理由を聞いていた。 忘れられない人がいるのでわざとデートを失敗させようとしたという渡るに見く,びらない見くびられたように感じる空自分でも意外なことに勢いよく渡るに別れを告げるその夜何かを思いついた空はペンを手に取り穏やではゴンちゃんの見合いが思わぬ形で破談に俊一郎はゴンちゃんが葵のことを思って内心ほっとしていると話すがやっぱりゴンちゃんはまだ絡んできますね 翌日、葵のマンションに漱石が訪ねてくる。葵のために英語を成功させようと策を出る漱石だが、葵は触れてはいけない。漱石の過去に踏み込んでしまう。かつて、漫画編集部にいた漱石は、あるスキャンダルを起こして文芸に移動してきたのだが、これ気になりますね。そんな中、空は光の作った物語をイメージした絵を見せるため、光と共に穏やへ。二人は漫画制作を通して距離を縮めるが、そこに葵と渡るが偶然居合わせ、 自体は急展開を迎えるとだからまだ「渡る」は物語にはて、えー、と入ってくるけれども果たしてどうなるのかってところは気になるという感じでございますねはいえっ、ー、と以上になりますなのでちょっとまだですねえ来、ー、週まだ第4話で、ね、中盤なのであっち行ったりこっち行ったりってあると思うんですけれども多分私の予想だとさっき申し上げた通り空は光る で、えっと、葵は漱石かゴンちゃん、まあ、この5人を軸にですね、えー、恋模様っていうのは進んでいくんじゃないかなというふうに思いますので、それはもう一歩引いて、もう、おお、こういう展開来たかみたいな途中経過も楽しみながらですね、着地を、えー、心待ちにしたいというふうに思っております。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。